私じゃなくってお子さんに聞いてください。はぁ、めんどくさ。どうも、毒親問題専門の解毒カウンセラー木村優子です。このチャンネルは毒親育ちの私、虐待育ちの私が心理学を使ってセルフカウンセリングで解毒する方法、セルフ解毒をお教えするチャンネルです。この動画で毒親育ちの人生一気に変えていってください。それと同時にですね、私皆様から無料毒親相談募集しておりまして、今日もいただいたご相談の中から一問一答でお答えしていきます。この毒親相談の応募方法は最後にお伝えいたします。それでは解毒スタート。ではまず一人目です。50代女性のりこさん、ありがとうございます。毒親育ちと気づいたのは48歳です。私も2人の子供がいて、母のようにはならないと思いつつ同じようなセリフを言っていました。私も毒親になっていました。すでに独立し家を出ましたが、今から子供にできることは何がありますでしょうか、といただきました。バッサリ回答をお送りしますね。のりこさん、私じゃなくってお子さんに聞いてください。これ私に丸投げしてるだけなんですよ。私ね、子育てうまくいかなかった人の問題を代行します屋さんじゃないんですね。だから丸投げされたらそっくりそのまま返すタイプのカウンセラーになります。ただこうするといいよっていう対処法をね、ちゃんとお伝えしますので、よかったら参考にしてください。ただですね、このままね、ご自身がお子さんに目を向けることもなく、私みたいな無料で相談聞きますって言ってる人に丸投げしていくと、マズローどうなるのかっていうのをお伝えしますと、まあ、お子さんはもう独立して家を出ているってことですので、そこそこ大きくなっているのかなと思います。世の中には因果応報というものがありまして、今までしてきたことそのまま放置していると必ずご自身に帰ってきます。いつ帰ってくるか、まあ分かりやすいのはですね、のりこさんが老後になった時です。毒親にされてたことを子供にもしてしまってたっていうことですので、そうすると2パターンの大人に育つんですね、大きく分けて。パターン1、私は大切に育てられなかったんだから、なんで親の介護する必要あるの、なんでお前の面倒を見なきゃいけないの、って言ってもう完全に疎遠になる。もしくはパターン2、完全なる奴隷に育っちゃっていた場合、あなたの呪縛から一生逃げることはできないので、怒りをめちゃめちゃ溜めつつ、恨みを持ちつつ、いやいやでも身を粉にしてあなたの老後の面倒を見る、この2つのパターンになります。どちらのパターンにしても、あなたとお子さんの未来、これ幸せなものではない、この末路が待っているよっていうことを、残酷なんですけどもお伝えしておきます。ただこっからね、いくらでも変われる要素があるんですね。まずのりこさんも毒親育ちってことですので、ご自身のね、親を見返してみてください。あなたの親はあなたに対して、私ひどいことしてたわっていう風に顧みることをしましたか。してないですよね。いや、私はちゃんと愛情を与えたよ、完璧な子育てしたよってきっと思ってるかなと思うんですけども、それに対してのりこさんは自分を顧みるということをしています。無意識なんだけど、親にされてたことと同じことしてしまってた、申し訳なかったな、こっから変われないかなっていう風にちゃんと子供に目線を向けてますよね。じゃあ向けた目線向けただけではね、子供って気づかないし、人間ってエスパーじゃないから、お母さんの気持ちなんてね、無意識でキャッチしたりとかできないんですよ。なのでぜひ行動してみてください。あなたが今抱えていること、それをね、私ではなくお子さんに聞いてみてください。もうこの文章このままでもいいと思います。まあ、今毒親って言葉がメジャーですので、直球でね、お子さんにちょっといろいろ思うことがあるんだけど、私はあなたにとって毒親だった？って聞いてみてください。違うよってもしかしたら言うかもしれないですし、実はすっ
ごい腹が立ってるんだっていう話をするかもしれません。これが親子のやり直しです。子供の立場に立って話を聞いてあげる。あの時嫌だったって言われたら、じゃあそれをここからやり直すとか埋め直してあげる。ごめんなさいって謝る。はい、ぜひねこういうことをしていってください。あとのりこさん自身も毒親の毒まだ体内にいっぱい溜まっている状態だと思いますので、あなた自身が解毒していってくださいね。セルフ解毒のやり方はこちら、毒親問題これ一本で解決っていう、まあ、これ見ながらノートワークできますので、セルフ解毒ぜひやってみてください。ありがとうございました。続きまして2人目です。30代女性ずんだもちさん、美味しそう、ありがとうございます。両親の過干渉は幼い頃私の抜毛癖を機に悪化しました。進学で上京した後マシになるもコロナで実家に戻りました。少しでも意に沿わないとヒステリーを起こされることに我慢できず、家を出ると言ったら、あんたなんか何もできないからダメと止められました。抜毛癖も治らず部屋はゴミ屋敷、さらにストレスで浪費し家を出るお金もありません。お金のため夜食を始めてもうまくいきません。私が毒から逃れる方法はあるのでしょうかといただきました。はい、これですね、ずんだもちさん壮大なる間違いを30年前にしてますので、今から時間を30年巻き戻してこっからお話をさせていただきますね。今ね対処するべきことが間違ってます。まず説明すると、抜毛癖っていうのは実はこれ自傷行為の一つです。自分の髪の毛を抜いてしまうとかね、髪だけじゃなくって眉毛とかあのまつ毛っていう方もいらっしゃいますね。ちなみに私小学生中学生の時に抜毛しておりました。だからよく指摘されるんですけども、多分私この頭のてっぺんが薄いです。これなんでかっていうと、ストレスで抜いてたんですね。まあ、当時はそれが自傷行為って知らなかったんですけども、はい、これね実はリストカットとかね、オーバードーズとかね、あの自傷行為の一種になります。でその抜毛癖なんですけども、はい、30年戻しますよ。ずんだもちさん、あなたは、両親の過干渉は私が幼い頃に私の抜毛癖をきっかけにして悪化しましたって言ってるけども、何言ってんのね、もうこっから間違ってんのね。はい、じゃあ整理します。あなたの両親はあなたの抜毛癖を機に悪化したのではありません。逆です。両親の過干渉がきっかけであなたは抜毛を始めて、それが習慣化して抜毛癖となった。これが答えなんですね。で今現在を見て現在を変えようとしてるんですね。親にこうやって言われる、家を出たい、でもお金がないし出られない、仕事を始めたけどうまくいかないっていう風に現在を変えようとしてるんですけども、違うんですよ。根本の過去、階段の一歩目、こっから間違ってるので、どんだけ頑張っても階段登っていけないんです。この一歩目、ここからやり直しが必要になるんですね。ちなみにリストカットも抜毛も自傷行為っていうのはなんでなるかっていうと、ある日突然勝手になるっていうものではないんです。心にストレスいっぱい溜まっていく、そうすると目に見える行動に出てくるんですね。人によってはリストカットだし、薬をいっぱい飲んじゃうオーバードーズだったり、異性関係に発展する人もいる。でずんだもちさんの場合は抜毛だったっていうだけです。これあのリスカでもオーバードーズでも抜毛でもあの全部同じですからね。リストカットのが血がいっぱい出るし良くないんだっていう方いらっしゃいますけども、違います、一緒です。だからもうここね、現在を一生懸命変えようじゃない、土台一歩目、ここからやっていく必要があるので、まあこのチャンネルでお教えしているセルフ解毒ですね、これで心の傷を治していくっていうところから始める必要がありますっていうのが対処法になります。ずんだもちさん、同じ抜毛癖を持っていた私、応援いたします。続きまして40代女性みどりこさん、ありがとうございます。木村式セルフ解毒のリストアップは親に対しての気持ち以外の心情を上げても OK ですか？この不登校がきっかけに自分の生きづらさに気づき、
私の問題を解決しないと子も解決できないと思い解読中。昔から世間知らずで過干渉の親を心の中で見下してバランス取れてると思っていましたが、考えは整理できたものの感情がついてこず、寂しいとどこかで母を求めている気持ちを捨てたいです。ワークのやり方合っているか教えてください。見事に間違っております。ちょっとみどり子さん、一旦ストップ。このまま行ってもうまくいかないから一旦ストップ。この方はですね、おそらく私のチャンネルの動画たくさん見てくださってセルフ解読始めている方だと思います。参考にしてくれてありがとうございます。はい、ただね、はい、壮大に見事に間違ってるのでちょっと突っ込みますと、ここですね。過干渉の親、過去のこと、考えは整理できたものの感情がついてこず、寂しいとどこかで母を求めている気持ちを捨てたいです。そんなこと教えてないよ。私がセルフ解読で一番重要なこと、ね、ここ大事にしてねっていうことは、自分から湧いてきた感情は見逃さずにキャッチしてここを解読してあげてねってお伝えしてるのに、なんでせっかく出てきた寂しい捨てるの。ねえ、ちょっとね、ゴミっぽいしないで、ゴミ箱からちょっと拾ってきて。あさってまだゴミ収集車持っててないと思うから持ってきて。はい、これこれをノートワークしてください。で、一番最初にね、木村式セルフ解読のリストアップは親に対しての気持ち以外の心情を上げても OK ですか。はい、オール OK です。違うんですよ、こういう気持ちはダメだよ、こういう気持ちは OK だよじゃなくって、出てきたらもう全部丸ごと全部 100% 受け取って解読してくださいねっていうのがね、正しいやり方になります。で、最後に突っ込んでおきますね。過干渉の親を心の中で見下してバランスを取れてると思ってましたが、はい、ここ、ここもだわ。バランス取れてないよ、取れてないからここだよ、このここだよって言ってるじゃんね。ちょっとそこ見逃さないでくださいね、でもそんな風に、あ、自分はこういう感情があるっていうのは汲み取れるっていうところが重要ですので、いいですよ、ちょっと修正してやってみてくださいね。応援してます。ありがとうございました。続きまして、30代女性まーこさん、ありがとうございます。7歳下の弟が中1の時に離婚しましたが、両親はまだ同じ家に住んでおり、弟は大学を1年半も留学し、就職意欲もあまりなく、とりあえずの受けて採用してくれた就職先を選んでいます。こんなに意欲がないのは、毒親家庭に育った影響をもろ受けていると思います。私も気持ちがわかるのでアドバイスしたいのですが、煩わしいと思われてしまうこともあり、今 LINE しても既読無視されている状態です。弟とはどういう関係、どういう距離がいいのでしょうか、といただきました。あー、弟さんのことをものすごく思っているお姉ちゃんですねって全く思わないですね。ここから思うのは、めんどくさい姉って思いました。きっとまーこさんの親は過保護過干渉だったんじゃないかなと思います。で、それをされてたと思うんですね、まーこさん。それを今度は弟さんにやってます。これめちゃめんどくさいよ。弟さんも態度で表してるじゃないですか。 LINE を既読無視ってなぜか、嬉しかったらちゃんと帰ってきます。くそめんどくさいとスルーします。私もそうです。で、7歳下ってことなんですけども、まーこさん30代なので、まあ、弟さんも成人しておりますね。ということは弟さんはもう大人です。どう生きるかっていうのは弟さんの自由なんです。それをあなたはこうした方がいいよ、もっとこうだよ、気持ちわかる、でもね、こういう時はね、こうしたらいいんでしょ、はぁ、めんどくさって思います。まあ、まーこさんの中にこうしなければならないっていうのがあると思うんですね。で、それを弟さんは守ってないから、まーこさんルールを
こう押し付けてやらせようとしているっていうのがこの文章の中にありますね。例えば弟さんは就職意欲があまりなく、とりあえずの受けて採用してくれた就職先を選んでいます。別に良くない、それで本人がそれでいいならそれでいいと思うんですね。あなたが踏み込む場所じゃないんです。ということで、兄弟はどういう距離がいいんですかってことなんですけども、あなたと弟さんはもうそれぞれ子、独立した大人です。で、今距離感を間違えてるのはまんこさんです。ねえ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 、こうした方がいいよ、あした方がいいよね、これはこうするべきなんだよっていう風にしてるから、逆に距離が遠くなっていっているっていうことですので、どう生きるのか、そしてその責任をどう取るのか、それは弟さんの人生の自由ですので、それ以上干渉するのはやめることが一番適切な距離になるんじゃないかなって思います。で、私が気になるのはね、そこじゃなくって、それよりもですね、なぜ私は弟に干渉してしまうのか、はい、この原因を答え出してみてください。これですね、まーこさん自身が親に対人関係とは干渉しなければならないっていう呪いかかってると思います。だ、この呪いを解くと適切な距離自然とできるんじゃないかなって思います。ちょっときつく言ってしまいましたが、まあ、目が覚めるといいなと思ってあえてお伝えしました。ご相談いただきありがとうございます。じゃあ最後5人目は中継先の方から相談答えてもらいましょう。山梨県の木村さん、はい、一番最後はこちら山中湖のひまわり畑からお届けいたします。最後のご質問です。40代男性 FTP さん、ありがとうございます。私の母はヒステリックで不安や感情、価値観を押し付けてきます。その矛先を私だけではなく私の妻や子に向け出しにしたので、あんたには従わない、納得はしてくれなくても構わないと伝え、それからは徹底無視、着信拒否、 LINE ブロックしています。しかし頭がおかしい母ですから、何をしてくるかわからないという不安があります。この不安を解消するにはどうすればいいでしょうかといただきました。まず最初に私は FTP さんを徹底的に褒めていきたいなと思うんですけども、一番最初にね、自分の親はおかしい、正解、偉い、ちゃんと分かってる。で、分かってるからこそ私にもやってくる、そしてあなたの奥さんやお子さんにも攻撃をしてきた、だからきちんと親の攻撃、親の毒を次の世代に渡さないようにブロックした、偉いね、素晴らしいね。毒親育ちはね、これができなくて悩むんですけども、FTP さんはちゃんとできてます、素晴らしいですよ、はい、完璧です。このご相談内容、特にツッコミどころもなく素晴らしいなと、もう素晴らしいしかありません。で、自分の言い分をきちんと言って、まあ、別に納得してくれなくてもいいからっていう風に、相手は相手、自分は自分という風にきちんと線引きもできていますね。そしてこっからです。頭がおかしい母だから、こっから何してくるか分かんないっていうこともちゃんと、未来のこともね、見えてるわけなんですね。はい、こっからじゃあどうしたらいいですか、この不安解消するにはってことなんですけども、簡単です。うちの母頭おかしいからっておっしゃってるんですけども、40年一緒にいたってことは、どういう頭おかしいことを攻撃してくるか、なんとなく分かってると思うんですね。例えば物理的攻撃のが多いですか、精神的の攻撃が多いですか、会社に電話してくるとか、家にピンポーンってくるとかね、っていうように、ある程度の攻撃のカテゴリーってあなたが一番よく分かってると思うんですね。そこでだいたいこういうことしてくるよなっていう攻撃をノートに書き出していってみてください。で、これ合ってる間違ってる、まあ、関係なく、とりあえずパッと思い浮かんだもの、過去にこういうことしてきたなっていうもの全部ね書き出します。で、そうするとその書き出した中でもまたねカテゴリーに分けられると思うんですね。例えば陰湿的な攻撃、物理的攻撃、物を送りつけてくる攻撃、いろいろあると思うんですけども、カテゴライズします。そしたらその横に、じゃあどうするっていう答えを書いていくんです。すぐにできるものもあると思うし、弁護士とかね、法的手段を必要とするものもあると思いますっていうように、親の攻撃を予想して書く。で、その横に、じゃあもしされたらどうするっていうふうに書く。
はい、これ出来上がったらどうですか。一覧見てください。親の攻撃の対処法までフルコンプになりましたっていうように、未来の不安を備えるっていう時はもう自分の中でね、こういうことされたらこうしよう、対処をある程度決めておくことっていうの、これをですね徹底してやっていくと不安ゼロにはなんないんですけども、今がこのくらいだったら、まあ、このくらいになるかなと思います。 FTP さん、新しい家族でね、幸せいっぱい掴んでいってください。ありがとうございました。はい、というように今日も一問一答でお答えしてきました。皆様からの毒親相談受け付けております。応募先はこちら、 LINE 公式に登録していただけますと、その中からご相談をお送りいただけますので、ぜひ登録してください。そしていいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで今日は山中湖のひまわり畑からお届けいたしました。毒親育ちのあなた、そろそろ幸せになってもいいんじゃない。ありがとうございました。